先月19日に開通したのは西区上熊本の県道熊本田原坂線から島崎トンネルまでの2.1キロをつなぐ熊本市の新たな都市計画道路ですしかし、その3日後車4台が絡むものなど交通事故が同じ日に2件立て続けに発生。こちらの交差点でも 新しい道路から直進してきた乗用車と脇道から出てきた軽乗用車が衝突しました現場の車止めは根元から折れ曲がっています開通前から上がっていた安全確保を求める声が改めて地元から寄せられたことを受け大西市長が示した方針が 横断歩道への信号の設置を早期に実施していただくよう私の方からも交通管理者であります熊本県警に対してお願いをしたいと考えております開通した区間には信号機のない横断歩道が3カ所あります市はこのうち1カ所に信号機の設置を検討するということです信号機の設置が検討されるのがこちらの横断歩道です 車の流れが途切れないため現在向こうへ横断するには注意が必要ですあそこ怖いですあのわ実際渡ったことあるんですけどもそれはあった方がいいでしょうねしかし残る2カ所は設置の検討対象にはなっていませんこれについて市は幹線道路に信号が増えると車の流れに影響が出るとしています